はい。では行きましょう。今度はここ。あここから行きましょう。日本語も英語も繰り返し言ってね。じゃあ、髪の毛。Hair。ごちゃごちゃの髪の毛。Messy hair。暗い水たまり。This is a dark pond. そして、え透明な球体。 A transparent bubble. 中に草が生えています。There, is, there are weeds in the bubble. そして何か石が積み上がったようなものがあります。And there are also some stones piled up like a tower. 遠くの景色が綺麗です。The far scenery is beautiful. 寿司と卵。寿司 and egg、うん。これは和食かな This is Japanese food. 足が見えます。You can see the feet. 彼はどっかに向かっています。He is heading for somewhere. でも先行きが怪しい。But his future is not prosperous. <laughs> あ、男の子です。This is a boy. この絵は何かアニメっぽいですね。 And this picture is like anime. 女の子の足です。These are girls feet. 小さな手 .Small hands. ああかわいいジャケット .This is a cute jacket. あ、これ、紫ですね。えー、っと、彼女は紫の T シャツを着ています。 She is wearing a purple t-shirt. こ,この髪の毛の結び方、こういうの何て言うんだっけえー、っと、ちょっと待ってね。日本語で忘れちゃった。これはね、えー、っと、おさげだったかな <laughs> まあ、あとりあえず。で、これね、えー、っと、英語ではね、ピーク・テイルズって言います。 ピーク・タルズ。それから、三つ編みはブレイズって言いますね。ブレイズ。あと、後ろに一つにまとめるのポニー・テールですけど、あれはポニー・テールって言いますね。はい。これもあ、これは革のジャケット。This is a leather jacket、うん。この人はとも強そうな目をしてますね。She has very strong eyes. She looks very strong. これは男の子のような髪の毛だね。This is boyish hairstyle.